栃木県道7一号、羽生田町加茂線は、栃木県下津川郡三武町から、河内郡上野川町に至る県道である。三武町羽生田から、上野川町上加茂まで、国道三百五十2号と、並行して、三武町、下津家市、上野川町の三市町を横断する道路。沿線には、北関東道三武インターチェンジや、宇都宮貨物ターミナル駅、 石橋第二工業団地が存在し、国道4号や新4号バイパスといった幹線道路と接続することから、トラックなど大型車両の交通量が多い。三部町、下付市境付近から東側、国道4号線までの約 1.5km のバイパスが北関東道の速道部分として供用されている。また、 三部総合運動公園北交差点からおもちゃの町交差点までのバイパス区間は2000年の北関東道三部インターチェンジ開設及び沿線の三部総合公園における全国都市力カフェア開催に伴い整備された新道である三部総合運動公園北交差点から西側は羽生田地区の産業団地事業に伴うバイパス建設の構想があり 2013年3月23日に、羽生田地区の産業団地まで暫定に車線で、開通した。三部長、国屋付近奥は建設中の北関東道、ハイウェイオアシス、下野市下小山付近上野川町大船付近。ありがとうございます。